嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつことやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> えー、ロシアが核ミサイルをつら、つらつかせてますが、第3次世界大戦は起こり得ますかえっとですね、ちょっとタイトル回収に戻ってしまうかもしれないんですけど、あの、ロシア、プーチン大統領って、あの、去年の段階で、ウクライナに攻めることはないって言ってたんですよ。あくまで軍事演習で、あの、国境の周りにいることで攻めることはないですよ、と。で、あの、その、 ウクライナの中に入ってった時も、そのあくまでその東東部のドンバス地区の治安を安定させるためで、そのウクライナ全土に対しての侵攻はしませんよって言ってたんですよ。で、案の定やってるじゃないですか。なので、基本的にはプーチン大統領の核ミサイル使わないとかも、あの、信じない方がいいと思うんですよね。そのもう何やるか分からん人だよねっていう前提で見た方がいいんじゃないかなと思うんですけど。で、Twitter でも書いたんですけど、 あの、えっ、ー、と、プチンだと69歳で、で、ロシアの平均寿命がもう69歳とかなんですよ。なので、あの、まあ、例えばじゃあ日本だと、その平均寿命が男性だと84歳とか、で、84歳とかになると、まあ、別にも何もしなくても自分死んでしまうし、なので、やりたいことやってから死んだ方がいいよねっていう状況に人はなりがちだったりするんですよね。 で、そのプーチン大統領が、あの、まあ、今のところ、その過去の間、プーチン大統領ってロシアの中では、あの、すごい成果を上げてた人なので、ま、もともとそのロシアってソ連崩壊した後ボロボロだったんですけど、で、その後あのガスの輸出をしたりとかで、ある程度そのロシアの景気を良くしてたんですよ。で、プーチンさんってずっと支持率高かったんですけど、で、そこであの、ウクライナのクリミア半島を取ったりしてっていうので、支持率なんか8割とかでめっちゃ上がるっていう状態で、で、プーチン大統領ってその、 あの、ロシアの中の格言で、その、プーチンなくしてロシアなしぐらいに言われるぐらい、そのプーチン大統領自体を評価してるロシア人っていうのがいっぱいいるんですよ、いたんですよ。 最近はちょっとやってるみたいですけど。なので、その、あの SN、SNS とかだと、そのなんか、あの、プーチン嫌いって言ってるロシア人の人って結構いっぱい見るんですけど、ただ SNS を使わないでテレビだけ見てるロシア人っていうのが多数で、で、その、前回あの、ロシア人の人と、あの、日経テルト大学っていうところで話をしたときに、テレビだけを見てる高齢者だと、未だにやっぱり7割ぐらいはプーチンさんを支持してるだろうって言っていて、 なので、あの、ま、日本も一緒なんですけど、あの、テレビだけ見てる人たちっていうのと、ネットを見てる人たちって、物事の評価が全然違うんですよね。で、その、ロシアって、未だにその、ウクライナに侵攻してるというのは、テレビではやってないらしいんですよね。で、もともとその、クリミア半島っていうのはロシアのものだよねって言ってて、ロシアが取りましたと。 で、あの、東の、その、あの、東部のロシアに近い地域っていうのも、その独立国として承認しますよっていうのを、その、ロシアの会員で可決しましたっていう状態で、で、そこの治安維持という形で、国境に部隊が配置されているところまでは、あの、ロシアのテレビでは流されてるんですけど、今その、ウクライナ全土で戦争をやっていて、 あの、ロシア人の兵隊がもう3500人とか亡くなっていて、で、ウクライナの人も400人ぐらい亡くなっていて、子供も14人死んでますみたいな情報は、テレビだけ見てる人には流れてないんですよ。なので、プーチン大統領的には、まだロシアの中では、全然権力震えてる状態なんですよね。だって知らないから、ロシア人は。で、ただ、あの、ウクライナ兵思った以上に強すぎ問題っていうのがあるんですよ。 あの、ま、もともとその、ウクライナのキエフって、ま、そんなにそのベラルーシから離れてないので、もしそのロシアが本気出したら、二日三日で落ちるだろうなっていうふうに言われてたんですよね。で、他の国の人たちも割とそう言ってたんですけど、で、ところがどっこい,い、ウクライナ異常に強い問題が発生してるんですよ、今。ウクライナを見捨てれば、日本も同じ運命になり得る。常任理事国が非道してもどの国も止められないことが証明されると、日本は被害者側になります。 欧州でも対局がが見見えずウクライナを見捨てててようとする動きが出てき出てあの、なんでみんな誤解したのかっていうと、まずあの2014年の時に、そのロシアがウクライナに攻めに行った時に、そのウクライナの生態っていうのが、あの、25年前のソ連が置いてった武器を使おうとしたんですよ。そのウクライナに軍事産業があるわけでもなくて、兵隊も訓練もしなかったんですけど、武器はあると。 ただしその武器っていうのは、そのソ連が置いてった整備もされてないやつで、でね、ロケットランチャーとかが200丁ぐらいあったんだけど、1個も動かなかったらしいんですよ。要はその、あの戦車来ましたよし、ロケットランチャー撃てーって言ったら、どれも弾飛ばないっていう。で、訓練もしてないし、武器もひどいっていう状態で、あの、ものすごい速さでクリミア占領されたんですよ。 で、クリミア占領されるときに、そのその、最新鋭の兵器を持ってくるロシアと、その、弾が出ないようなものを持たされるウクライナ兵っていう状態で、ウクライナ兵もめちゃめちゃ寝返ったんですよ。いや、もう戦っても勝てないと。だって、弾出ない武器渡されて、その最新の武器を持ってロシア人と戦えって言って、いやいや、無理っす無理っすって言って、その、その当時のウクライナ兵って、ぜ、降伏したりして、寝返ったんですよ。で、2014年に、で、それじゃまずいよねっていうのがあって、 あの、ウクライナって徴兵制を始めたんですよ。あの、韓国って徴兵制の国なんですけど、ただってあの、若い人たちって強制的にその兵隊にならされるんですよ。あの、なりたくないって言っても、兵隊にならせる。まあ、シンガポールとかもそうなんですけど。で、あの、2014年に徴兵されて、今2022年じゃないですか。 で、8年間、ウクライナで何があったかっていうのを、結構みんな気づいてなかったんですよ。僕も気づいてなかったんですけど、あの、東のそのドンバス地区という地域が、そのロシアの兵隊がまず占領して、その後に新ロシア派と言われる、そのロシアのスパイ的な人に占領された状態が8年間続いていて、そこで内戦を8年間やってたんですよ。ロシア軍から街を奪い返したウクライナ兵を歓迎しまくる街の人たち。 自分たちの手で国民を守ってるというウクライナ兵士と感謝を表す市民や子供たち、こりゃ敷き上がるわ。なので、2014年以降のウクライナ人っていうのは、8年間戦争し続けてるんですよ。 で、その、最新兵器を持つロシア人と、そのなんかそん、そ大した兵器ではない状態だけど、まあ、他のその NATO だったりとか、あの、他の国から、例えばあの、トルコから国をあの、ドローン買ったりとかっていうのがあって、で、ある程度、最新兵器のロシアとの戦争っていうのを、8年間やり続けたんですよ。で、徴兵制なので、あの、2年だか3年だかに1回の、あの、ま、その、徴兵制で元の社会持ってかさい。で、新しい若者がまた徴兵されるっていう状態で、で、総数でいくと、 あの、ロシアのその、東のドンバス地区で戦ったウクライナ人の、要はあの、戦争経験者の人数でいくと、40万人になるらしいんですよ。要はその、ウクライナ人って人口で4000万人ぐらいいるんですけど、で、そのうちの1%の40万人っていうのが、実はそのもう銃も使って人との打ち合いもした、戦争のその訓練が終わって実戦も経験した人っていうのが、ウクライナ中にいるんですよ。40万人ね。 で、ただその、ウクライナって、まあその、お金もそんなにないので、攻めに行ったら勝てないよねっていうのは分かってるので、守るために徹底するっていうのをやったんですよ。で、その、例えばアメリカの場合って、その兵隊って、じゃあそのなんか、あの、アーカンソーで兵隊になりますって言った人が、なんか沖縄に飛ばされたりとか、あの、ナト、そのなんかヨーロッパに飛ばされたりとか、その、どこに飛ばされたか分からないところで戦うっていうのが、まあ今の現代の兵隊って普通そうなんですよ。 いや例えばその、じゃあ自衛隊入りますって言ってる人が、じゃあその、東京出身ですって言ったとしても、別になんか不任先どこだかわかんないじゃないですか。なんかその、岩国とかに飛ばされるかもしれないし、北海道に飛ばされるかもしれないし、沖縄に飛ばされるかもしれないし、どこに飛ばされるかわかんないんですけど、ウクライナの場合に、あの、一回その徴兵された後に、自分の住んでる地域を守るだけの専用の部隊っていうのが作られたんですよ。ロシア兵、略奪品を母国へ発送か、洗濯機にテレビ。 プーチン大統領だけが悪い、ロシア人は騙されてるだけだ、と言ってた方々は、ロシア兵がウクライナの家庭から略奪や暴行をしてることをどうやって正当化するんだろう。その40万人いる戦争経験者のうち、6万人が、ウクライナの全土の中で自分の住んでる地域で、どうやって敵が来た時に戦うかっていうことだけを専門にした兵隊っていう形で、各地域に、で、普通の生活をしてるんですよ。 いや、徴兵が終わった後は一般市民なので、なんでいっぱい市民なんですけど、例えばじゃあその、戦車って、あの前から来るときはめちゃくちゃ強いんですけど、 こうあの坂があってので、ここに、あの、ロケット砲とか当てると、結構戦車って簡単にぶっ壊れるんですよ。いや、下にはそんなに装甲ついてないので、まあ、あの、地雷用でついてる場合もあるんですけど、っていうのだったりとか、あと、上からの攻撃に戦車って弱いっていうんですよね。いやいや、横から砲弾ってくるけど、真上く来ることはそんなにないので、じゃあ、こういうあの、T 字路みたいなところをわざと作っといて、で、その T 字路で曲がって、で、曲がったところから上から そのなんか、あの、ロケット弾撃つとか、その、あの、火炎放射器じゃねえ、なんだっけ、あの、モトロフカ、あの、その、火炎瓶投げるとか、っていうので、実はその、こういう地域のこの地区を使って、こうやって攻撃したら、うちは戦車が来ても守れるよねっていうのを、その6万人のウクライナ人っていうのがずっと準備してたんですよ。8年間。っていうのを、あの、他のその西洋の人も、ロシアの人も、アメリカの人も気づいてなくて、モルトカフカクテね。 なので、実は、ウクライナ人、めっちゃ準備済みだったっていう。で、準備済みな状態で、で、そこで、あの、戦争始まりますよって言った時に、あの、大統領が、そこら中で銃配ったんですよ。あの、映像とかでもあるんですけど、あの、すごい雑に銃配ってるんですよ。もう、あの、トラックの上から、はいはいはいって渡してて、あの、銃バンバンもらってて、もう誰が銃持ってるかわかんないっていう状態なんですよね。 で、あの、香港のあの、ジャーナリストのカオルさんっていう人が、キエフであの、日本語で、いろいろその、ウクライナの情報を話してくれてたんですけど、で、彼もその、あの、銃売ってるところとか見せたんですけど、別にもう銃の許可証とかもなくても結構買えるっぽいと。なんで、銃欲しいっていうのは誰でも銃持てるっていう状態で、で、じゃあもうウクライナの人が攻めてきま、あ、ウクライナ、そのロシアが攻めてきましたっていう状態なんですけど、ウクライナに親戚が住んでいるロシア人も戦争に賛成して、 ネットが使えるエリート層でも戦争に賛成する人がいるロシア一人の悪人に多数が騙されているのではなく考え方や価値観が異なる人が世界を構成していると受け止めた方が現実的だと思うオリラですでロシアの,あの最新の戦車だと t 八十みたいな結構最新の戦車なんですけどでそれはめちゃめちゃ優秀であるとただし戦車って燃費めちゃくちゃ悪いんですよ まあ、要はその、走行っていう鉄の塊がこう、あの、上下左右についていて、で、その、回さなきゃいけない車輪もいっぱいついていて、で、そのガソリンバンバン積むんだけど、めちゃめちゃ燃費あるんですよね。で、舗装してる道だったら私も、あの、ウクライナって、あの、泥道で、あの、どんどん埋まってくんですよ。重ければ重いほど、あの、要はあの、戦車って沈んじゃうので、進むのに余計にガソリン食うんですよね。 で、ガソリン食ってる状態で、リッター1キロとかなんかそれくらいらしいんですけど、で、それでこう、バリ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 進むじゃないですか。で、進んでった時に、あの、ウクライナの人たちって最初攻撃しないんですよ。要はその戦車と戦っても勝てないから、もう戦車を行かせちゃうんですよ。 で、戦車が行った後に、ああ、じゃあここは別になんか対抗するやついないなっていうので、後ろからそのガソリンを積んだトラックだったりとか、食べ物を積んだトラックだったりっていう、その、要は戦車を働かせるための、その補給部隊っていうのが後ろ分来るんですけど、補給部隊を狙ってバンバン攻撃するんですよ。で、補給部,補給部隊がバンバン攻撃されると、そのめちゃめちゃ強い T-80 っていう戦車も、ガソリン切れると何もできなくなるんですよ。 で、あの、ウクライナで、今、えっ、ー、とね、100だか300とかだっけ ?Twitter でちょっと一回あの、RT したんで数字忘れちゃったんで、ちょっと Twitter で僕が書いたやつ見ますけど、何台だっけなあのね、結構な戦車がね、ウクライナに取られてるんですよ。ちょっと待ってくださいね。で、あの、ウクライナ市民が装甲車を取ったやつとかもしてるんですけど、えっ、ー、と、開戦以来ロシア軍が失った車両が300両。 なので、あの、まあ、その装甲車とか戦車とか含めて、あの、300両取られてるんですよ。 で、それがなんで300両も取られるかっていうと、要はその、進んでったものの、ガソリン入れようと思ったら、後ろの要はガソリン持ってるタンクが、全部その爆破されてたりとか、攻撃されていて、もう動かないんですよ。で、動かないやつがポツンってやって、で、まあ、そのロシア人も怖いから逃げるじゃないですか。だってもう動かない戦車の中にいてもしょうがないから、で、逃げると、無人の戦車がポツンってやって、で、その無人の戦車をトラクターが引っ張ってったりとか、そこら辺のおっさんが乗っかって、イエーイって逃げたりっていうのをやるんですよ。 で、そのじゃあ、後ろの後続部隊をどうやって攻撃したかっていうと、そのアメリカが、あの、ジャベリンっていう、あの、その、ポチってボタンを押すだけで、あの、自動的に照準に当たってくれるっていう、あの、手動なんだけど、誘導ミサイルっていう、一気ね、400万円ぐらいする、めちゃめちゃ高いやつを、あれ、いくらだったかな ?200 億円分ぐらいそんなにかないか ?100 億円ぐらい なんかね、すげえ額のジャベリンっていう、その誘導ミサイルをプレゼントしてるんですよ。ウクライナに。なので、そんで、そのジャベリン優秀すぎて、ヘリも当てられるんですよ。いや、戦車も当てられるし、ヘリも当てられるし、で、戦車に対して撃つときって、あの、戦車って普通、あの、こう横に装甲がついてるんですけど、 んで、あの、普通の戦車って、あの、ま、今で言う普通の戦車って、その装甲に、こう、ミサイルが当たったら、その装甲がこう、あの、剥がれちゃうので、で、そこでなんか中に弾が減ると嫌なので、ミサイルが、こう、あの、戦車の壁に当たった途端に、そのアクティブアーマーって言って、戦車の壁が爆発するって、そういう仕組みだったりするんですよ。 その、ものすごい速さで弾が飛んできますと。で、当たった瞬間に戦車の壁の中の爆薬も爆発するので、結果としてエネルギーが相殺されるっていう、それアクティブアーマーっていう仕組みがあるんですけど、で、そのアクティブアーマーを相殺するために、最初にサブの弾頭が当たって、爆発させて、その後にメインの弾頭がぶつかるっていう、それ弾頭が2個入ってるっていう、そういう仕組みのジャベリンっていうめちゃめちゃ優秀なやつが、あの、アメリカが提供したんですけど、で、さらにそのジャベリンって、あの、誘導がついてるので、 戦車って横からこう、要は攻撃されるようにアクティアバンついてるんですけど、そのジャベリー上から落ちてくるんですよ。要は、おっさんが横からバーンって撃つと、ここらがターゲットですよっていうのを見ると、あの、ミサイルが勝手に上上がって、こう、戦車の真上から当たるっていう、そういう仕組みもあったりするんで、ジャベリーめっちゃ強いんですよ。で、まあ、その、もともと一機400万なんてウクライナ人買えないんですけど、国連の常任理事国で核を持ってる国が非動をしたときは、国連は役に立たないことが証明されました。なので、 非道をした常任理事国を寄ってたかって潰すという前例を作った方が良いです。お隣の国が攻めてきたときに助けてもらえるので。日本もウクライナに支援しまくった方がいいと思います。ただアメリカのその、あのバイデン大統領がそこらへんどんどん供与したので。あの思った以上に戦車が前進めないんですよね。で、その、あの一応制空権自体はロシアが持ってはいるんですけど。ただ、その。 あの、制空権、要はその、あの、戦闘機っていうのだと、ロシアが持ってるんですけど、ただ、あの、ウクライナって、あの、トルコのドローンを結構買っていて、12機とかあんのかなで、その、ドローンって、低空で飛べるんですよ。要はその、人間が乗ってるわけじゃないから、別にあれは低空だとぶつかって怖いとかもないので、その、普通戦闘機だったら来ないレベルの低空を飛んでって、で、その、戦車は倒せないんだけど、後ろの後続部隊を攻撃するみたいになやつあるんですよね。で、そういう映像とかも上がってたりするんですけど、 そんな感じで、割と、あの、思った以上に、ウクライナが効率よく攻撃をしてるっていうのがあるんですよ。すいません、ピントずれてましたはい。で、ただ、まあの、時間の問題で、あの、キエフが陥落はしてしまうと思うんですよ。要は、その、ゲリラ戦っていうのは、その、攻めてくる人たちの足を遅くすることはできるんですけど、やっぱりその、完全に全滅させることはできないので、 で、ロシアの今その19万人のうちの兵隊の半分の10万人ぐらいが、その、あの、ウクライナの方に入っていて、で、その、速度は遅いんですけど、今のところもキエフは一応包囲されたらしいんですよね。あの、ウクライナの首都のキ、キエフキエフ。なので多分時間の問題でキエフ自体は陥落すると思うんですけど、 ただ、陥落した後も、その、ウクライナ人っていうのはレジスタンス活動をするって言ってて、そこら中で銃持ってるやつがいて、で、さらに、その、あの、空軍がなくなっちゃって、こう、攻められて飛行機なくなっちゃったっていう状態で、えっとね、ポーランドと、どこだっけどっかね、東欧系の、あの、もともと、その、ミグとかって、あの、ウクライナって、その、ソ連と同じ兵器を持ってたんですけど、 で、あの、要はソ連と同じ兵器を持ってるポーランドとリトアニアだったかなそこら辺が、あの、空軍用の飛行機、あの、俺ら使ってんのそのまま渡すわって言ってるんですよ。 で、それってウクライナの空軍が使ってるのと同じ飛行機なので、じゃあウクライナのパイロットがそれを乗ると、そのまま、あの、戦闘配備に入れると。要は訓練済みだし、いつも知ってる機会だから、ラトビアかなっていうのもあったりして、なのでその空軍がやられましたって言っても、兵器は結構周りのナト o の国から供給されるっていう状態になってるんですよ。で、ドイツからも一応対戦車ミサイル出しますよ、みたいな形になってて。ビルにピンタってる なので、あの、ウクライナが負けるパターンっていうのの、ちょっと想像がしづらい状態になっちゃったんですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's fault?Okay, okay, okay. choose.Who's fault?、No. いや、ってね、めっゃ辛いですよね。どこ帰るんですか、うん